蓄水電子の真空管電圧計です。真空管電圧計はそのハイインピーダンスと広い周波数帯域によりラジオやテレビの修理、特に古いタイプの電子機器やオーディオ機器の調整など様々な用途で使用されてきました。教育、研究、特殊用途としてはコンデンサーのリーク電流や抵抗値の測定にも利用されるなど、その独自の特性から他の計測器にはない利点を提供しており、特定のアプリケーションでは依然として価値があります。無線通信やラジオ放送が普及し始めた1920年代から1930年代に正確な電圧測定が必要となり、初期の電子計測器が開発されました。1940年代第二次世界大戦中、無線通信やレーダー技術の進歩に伴いより高精度な電圧測定が求められるようになり、軍事用途でも広く使用されることとなります。1950年代から1960年代戦後、 VTVM は商業的に広く普及しました。多くの電子機器メーカーが真空管電圧計を製造し、エレクトロニクス技術者やラジオ修理技術者にとって必需品となりました。1980年代以降、デジタル技術の進歩によりデジタルマルチメーターが普及しました。DMM は VTVM と比較して精度、安定性、使いやすさ、機能面で優れており、この時期ほとんどの用途で VTVM にとって変わることとなります。真空管電圧計は電子測定技術の歴史において重要な役割を果たしました。その高い入力インピーダンスと精度は真空管時代の電子機器の調整や修理に欠かせないツールでした。技術の進歩に伴い現代ではデジタルマルチメーターが主流となりましたが、 VTVM はその歴史的価値と独自の特性から今もなお一部で愛用されています。